P-35P-35 は、セバスキー社製の1930年代後期のアメリカ陸軍航空隊の戦闘機、相性はない、全金属製の構造を持ち、引っ込め足や密閉式コックピットを備えた、単座戦闘機としては、アメリカ陸軍最初のものである。1935年、陸軍は P-26 の後継機として、 次期追撃機の提案を各社に打診した。この打診に対して、カーチス、ボートシコロスキーエアクラフト、コンソリデーテッド各社が答えたが、その中に1931年に設立されたばかりの新興セバスキー社の姿もあった。セバスキーの主任設計技師、アレキサンダー・カルトベリが当初示した機体は、社内名称セブマイナス 2XP との固定客の福崎で、 これではさすがに追撃機として使えないと判断した。セバスキー側は、これを短座、引っ込め足に改めさせたセブマイナス 1XP を新たに再提示したが、試作機はエンジントラブルが多発し、性能も当初の予想から大幅に下回ったため、発動機をライト R-1820G5 サイクロンから P&WR-1830 から9ツインワスプに換装し、 尾翼の形状を改めた、セブマイナス7に発展した。これは競争施策で、カーチス社の P-36 に勝ち、1936年6月16日に正式採用となって P-35 として77機の発注を受けた。なお、対抗馬である P-36 も P-35 同様、ライトサイクロンエンジンの不調に悩まされ、後に、 P-35 の実績にあやかって、ツインワスプに発動機を換装している。セブマイナス7改め、P-35 は1937年の7月から陸軍に配備が開始された。武装は 7.62mm 機関銃と 12.7mm 機関銃を機種上部に搭載。オプションとして300ポンド爆弾を喧嘩する。後方に引き込まれて、飛行時も半ば露出している。 主車輪、単純な曲線で絞り込まれた胴体、大きくて、無骨なキャノピーなど、早々期の粗さの残る外観を持つが、平面図からは、その後、x p 四十一を経て、リパブリック車となってからの p 四十三ランサー、名機、p 四十七サンダーボルトへと繋がっていく、警符の思想であることが、はっきりと伺われる。競争相手だった、p、P-36 は、 後に、液冷エンジンを装備して、P-40 へと発展してゆくが、P-35 の系列は一貫して、空冷エンジンを使用した。P-35 は、アメリカ陸軍航空隊で使用されたほか、スウェーデンにも EP-1-06 の名で輸出された。採用にあたっては投資した社長の、アレキサンダー・セバスキー自らが、P-35 の操縦桿を握って、 デモフライトしたとされ、これがこうを奏したのか120機もの大口発注に成功した。スウェーデンでの故障は JQ である。しかし、半数の60機を引き渡したところで1940年6月に英国以外に航空機の輸出を禁止する法律が成立したため、残りはアメリカ陸軍が引き取った。このタイプを P-35A という j 9こと、 P-35A は、原型の P-35 より、改良が施されており、発動機もパワーアップした P&WR-1830 から45ツインワスプに換装され、武装武器種に 12.7mm 機関銃に、左右主翼に 7.62mm 機関銃が各1と強化されている。P-35A のうち12機はエクアドルに引き渡され、 48機は対日専用にフィリピンに送られた。フィリピンの48機は1941年に進行してきた日本軍によって2日間でほぼ全てが地上で破壊され、空前を行ったものはごく少数であった。残存機は8機のみであったという。P-35 は太平洋戦争開始時には完全に旧式化しており、アメリカ軍としては 前日の在フィリピンの P-35A の他は実戦に参加していない。エクアドル空軍の P-35A は1947年まで使用された。一方、スウェーデン空軍の JQ はさらに長寿で1947年まで戦闘機として使用された後、写真偵察機や交換使用機としては1953年まで10機が現役で飛行していたとされる。 まるでセブマイナス 2XP に,に先祖返りしたような P-35 に後部重種を加えた複座型鬼 PA という武装は 7.62mm 機関銃または 7.7mm 機関銃三である1937年日本海軍が 2PAB3 型鬼10機輸入しセバスキー陸上 2PA はスウェーデンも B6 の名で52機発注したが EP-1 から06と同じ理由で2機しか受領できなかった。残り50機はやはりアメリカ陸軍によって引き取られ、武装を撤去した上で高等練習機 AT-12、ガーズマンとして用いられた。P-35 に2段下級機付きの R-1830 から19、エンジンを装備した機体である。エンジン乾燥のほか、風防を抵抗の少ない形にし、主脚を 内側完全引き込み式に改めている。1939年3月に初飛行した試作機は良好な成績を示したが、ほぼ同時期に開発されたイキタービン付きの P-43 が有望になったため、キャンセルされた。セバスキー社がリパブリック社と改名したため本機は、セバスキーの名を持つ最後の機体となった。詳細は、XP-41 を参照詳細は、 P-40。結局空母での運用に不適と判断され一機のみにとどまった。ABC 第二次大戦マ陸軍機全集37ページ。よく混同されるが、設計者も社長も名はアレキサンダーで同じである。ありがとうございます。